川中香里里とは、日本の女子アーチェリー選手。鳥取県東白郡琴浦町出身。伊勢小学校赤崎中学校、米子南高等学校近畿大学、経営学部卒業、ミキハウス所属。2012年ドンドンオリンピック日本代表、団体銅メダリスト。2016年リオデジャネイロオリンピック日本代表。1991年8月3日。 鳥取県東白郡赤崎町で生まれる。小学校ではバレーボール部、中学校ではソフトテニス部に所属。高校在学中にジュニアナショナルメンバー入り。2011年10月、テヘランでのアジア選手権で団体優勝。2012年6月、ロンドンオリンピック最終予選で出場権を獲得。7月29日、ロンドンオリンピック女子団体で 早川さざな波、蟹江美希と共に三位決定戦のロシア戦に勝利し、オリンピック団体戦日本初の銅メダルを獲得。個人では一回戦敗退。二千十四年一月六日、かつて蟹江美希選手が所属していたミキハウスに入社を発表。同年九月、韓国、インチョンで開催される二千十四年アジア競技大会では日本選手団騎手を務め、団体戦で、 銅メダルを獲得。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックに2大会連続出場。女子団体戦では、長峰沙織、林祐希と共に2大会連続のメダル獲得を目指すも、準々決勝戦の韓国戦で敗退し8位。個人では、女子3選手で唯一の勝利を挙げるも2回戦敗退に終わった。ありがとうございます。